無断で映画を10分ほどに編集したファスト映画と呼ばれる違法な動画をインターネットに投稿したとして神奈川県の YouTuber の男が著作権法違反の疑いで逮捕されました逮捕されたのは神奈川県座間市の YouTuber 高杉幸雄容疑者です高杉容疑者は去年1月から7月にかけて無断で映画3作品の内容を短く編集し ナレーションをつけてあらすじをまとめたファスト映画を動画投稿サイトに公開し、映画会社の著作権を侵害した疑いが持たれています。警察の調べに対し、高杉容疑者は、YouTube で多くの人が見られるようにしていたが、違法ではないと思っていたと容疑を一部否認しているということです。警察は高杉容疑者が、 広告収入目的で動画を投稿していたとみて調べています。